はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。最近完全にサイフォンにハマってしまったカズマックスです。はい。まあ完全にこのねビームヒーターの影響ですね。もう我ながらちょろいっすね。現金というかこのビームヒーターをね、買ってからもうほんとサイフォンが楽しくてですね、もう2日に1回はサイフォン僕使ってます。これね、でもやっぱほんとね使いたくなる道具ってバカにできないですよ。ほんとこれで入れるのも楽しくて、初回のね開封動画では結構わたわたしたんですけれども、だんだんまあ使うごとにこの癖が分かってきて、まあ今もちょこちょここいつと遊んでるところなんですけれども、まあその中で一つね欲しいものができたんでちょっと買ってみました。はい、追加購入です。よいしょ。はい、こちら、サイフォン用の、ステンレスフィルターです。ちょっと待って、思った以上に作りがかなりしっかりしてるんだけど、これがシリコン製のパッキンかな。あ、取れるんだ。でこれも分離をするようになっていて、3つに分かれるってことですね。はめ直すのにちょっとだけコツはいるけど、よいしょ。おっ、オッケーオッケー。まあこれ慣れの範囲でしょ。でこれをサイフォンの上ボールに入れて、ここのストッパーで止めると。お、簡単ですね。ちゃんとパッキンがついてるから粉が落ちすぎるってことはないだろうし、しっかり止めてくれそうですね。おお、なかなかええやん。なんでねこれ僕買ったかって、今まで僕ペーパーフィルターのあのネルフィルターじゃなかった、サイフォンフィルターを使ってたんですよね。もともとサイフォンのこの部分に使うフィルターはネル素材なんですけれども、そのネルがちょっとめんどくさくて、これがその本来のネルフィルターのアダプターというか、まあ取り付け部分なんだけど、これにね、あのネルフィルター、布のフィルターをくくりつけて止めて、ここにセットするんですよ。で、その使い終わった後も、このネルフィルターを洗っても取り外してね、普通のネルドリップと同じようにシャフ消毒とかしながら、あとは、水につけて、ジップロックとかで冷蔵庫とか冷凍庫とかで保存しておくわけなんですよ。ちょっとそれがめんどくさいなと思って、もともとサイフォン自体洗うのがちょっとめんどくさいんですよ。ここに溜まった粉とか戻さなきゃいけないから、洗剤とかねスポンジ使わなきゃいけないし、なんかトータルの手間が普通のネルドリップよりも多くて、でしかも僕そんなに毎日サイフォンとか入れてたタイプじゃなかったから、ちょっとそんなにネイル洗ってらんねえな、あの手入れしてらんねえなと思って、これまではこのペーパーフィルターを挟めるアダプターを使っていたんですよ。これすごく簡単なやつで、この半分に紙のフィルターを、くっつけて挟んでキュッと回すだけ、これだけでもうフィルターができちゃうんですよね。でこれをさっきと同じようにこうセットして、はい、引っ張るだけ。ネルと比べてフィルターを洗う手間もないし、取っておく必要もないから、まあ、使いたい時にだけね、ペーパーだけ出してくれば、もういつでも使えると。まあ、これまではね、これで全然いいかなと思ってたんですけどね、結構、サイフォンを使う頻度が上がってきて、そうするとフィルターって買わなきゃいけないじゃないですか。で、それ Amazon で、まあ、追加のフィルターどれかなって調べていたら、このステンレスね、フィルターが出てきて、よく考えてみたんですよ。もともとサイフォンはネルを使っているから、コーヒーの美味しい油分とかもこう通してくれるんですよね。でそれをまあペーパーフィルターを使うとカットしてしまっているから、その分これまではちょっとすっきりとした仕上がりのね、サイフォンが入っていたんですよ。もちろんそれはそれでうまいし、気に入っていたんだけど、ちょっとこの機会にじゃあステンレスフィルターを導入してみて、豆のね油分もしっかり落として、本来のサイフォンに近い形で、でしかも手入れが簡単で、まあ、そんな自分的、一番理想系なサイフォンが実現できるんじゃないかと思いましたんで、はい、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。僕ドリップもね金属フィルター大好きなんですよ。ペーパーフィルターもすごくすっきりとした仕上がりで、まあ、味がクリアでね、こう万人受けする、どんなコーヒーも美味しく入る、フィルターとしてすごく好きで、まあ、毎日使ってるんだけど、この金属フィルターはだ油分を落としてくれるから、飲み応えのあるコーヒーが仕上がって、でしかもフィルターを買い足す必要もないから、すごく、まあ、エコというか、お財布にも優しいしね。まあただ唯一の欠点は若干やっぱペーパーと比べると、粉が落ちるってことなんですよ。それは多分こいつもそうで、今までペーパーフィルターで完全にカットしてた微粉みたいなものがちょっと通過するかな。
で本来のネルでも、粉はしっかりカットしてくれるから、まあ、デメリットとして、まあ、一つねこのステンレスフィルターを使うと粉が落ちるっていうのはもう分かりきったことですね。だからもし少しでもちょっと粉が落ちてるのが嫌とかザリザリしたのが嫌っていう場合はちょっとこれやめといた方がいいかもしれないですね。はい、じゃあちょっと話長くなりましたが、じゃあ早速サイフォン入れていきたいと思います。はい、じゃあまずこちら豆でございます。今日はアルトスデルアベホナルディビーノニーニョっていう豆です。はい、コスタリカですねフレンチロースの豆です。いい香り。引き加減はサイフォンの場合ちょっと温度が高くて、味が強めに出やすいのでペーパードリップとかよりも若干粗めにします。こうすることで若干味の出方が緩やかになります。はい、それでは準備ができましたので入れていきたいと思います。まずはこいつをセットします。でね、ちょっと温めておくんですよね。保温で一番強くしちゃうとガラスに負担かかっちゃうから、ほんのり温めておくために保温用の一番弱いやつで若干温めておいて、でここに沸いたお湯を注ぎます。まあ、もしくはちょっとお湯を先に注いで捨てて温めておいてもいいかもしれないですね。でつまみを一番強くすると、なんでこうするかって前回もちょっと話をしたんですけど、このビームヒーターをお湯を沸かすためにはまあできないんですね。あくまでコーヒー抽出用なのでちょっとまあ力が弱いんですよ。本当に熱々のお湯を注いでそれを沸かし直すくらいのレベル の火力しかないので、なるべくお湯が冷めないようにしてあげると時短になります。はい、じゃあこれも差し込んで、お、いい感じですね。結構沸いてきました。ちょっとじゃなくて全体がもうボコボコとしてきたらこれを差し込みます。 OK、 上がってきました。マジかっこいいなこれで、上がりきったところでこいつを中火にします。結構ね弱くて大丈夫です。もうなんだったら保温でもいいくらいですね。で粉を入れて素早く攪拌します。これが第一攪拌ですね。はい、もうささっとで大丈夫です。そしたらもう僕保温にしちゃいます。いや、中火の一番ちっちゃいくらいだな。で、30秒から35秒くらいで僕は第二攪拌をして、はい、OK。で、もう火を止める。よし、OK。あ、いい感じやん。これね、ちょっと強くしすぎてしまうと、この落ちる速度が遅くなるんですよね。本来だったらこの下のフラスコを冷ますためにちょっと外してもいいんですけど、そうするとこれ台が狭いからさ、外すに外せないんですよね。もう下ろすしかなくなっちゃうから、まあ、せっかくだしねこの上で仕上げたいということ で、あとあんまりこう強くしすぎても意味がないからね、まあ、ちょうどいいかなって思って今このバランスでやってます。もしかしたらもう下ろす選択をするかもしれないし、今後は分かんないけど、まあ、いろいろ試し中です。前回はねちょっと強くしすぎてこれが降りてくるまで時間がかかったんですよ。まあああいう時は下ろしちゃっていいと思いますね。この微妙なほんと火力調整ができるのがこいつの強みですね。アルコールランプとかねガスバーナーじゃこうはいかないですね。おおめちゃめちゃあいい香りがしとる。このポコポコめっちゃうまそうっすよね。理科の実験みたい。これはときめくってこれは毎日入れたくなるって。抽出も全く問題ないですね。で、あ、これ
ランプつけるとちょっとわかるかな。あのいつも僕が入れているペーパーフィルターのサイフォンと若干違って、なんというか油分によるね、こう曇りがあるんですよ。でそれが余計にね、この保温のねビームと合わさってめっちゃ綺麗、柔らかな光になってますね。うーわ、これはこれはこれはそそるね。よし、 OK、 じゃあ抽出終わったんでこれ外します。 OK、 はい、回収。おお、よし、じゃあできた、飲みましょう。でこの保温もね、もう一番弱くていいと思う。そもそもこれが結構加熱されてるからもともと熱いんだよね。コーヒーって抽出した液をまた火に当てちゃうと結構臭くなったりもするから、ここはね大事に取っておきましょう。でカップなんですけど、僕は前回の失敗から学びました。サイフォンのコーヒーはものすごく熱いので、容量の少ない、そして飲み口付近のコーヒーが少なくなる、こういうね V 字型の開くタイプの、カップが合うと思う。この方が多分火傷しない前回死ぬほど火傷したからね。よいしょ、あまり入れすぎてもやばいかなこのぐらいにしとこう。あ、でもねやっぱり油分がすごく綺麗ですね。ちょっとね水面がテラテラしてるんですよ。これが飲み応えがあってうまいんだ。はい、じゃあいただきます熱いけどいただきます。あー、やっぱ、あ、でもサイフォンだから本当に香りがいいっすね、湯気と一緒にじゃあいただきますビビりすぎだなあ、うまい。あ、すごい。いいいいいい。あ、めっちゃうまい。うん。今まであのずっとペーパーフィルター使って入れてきたサイフォンコーヒーとは全然違う。うん。あ、格段に飲み応えがある。うん、まっ、めっちゃコクあるし、であの油分だから丸いし、で豆選びもこれちょっとベリー感が残った、豆を選んだんですよ。深入りでコクがあって、まあ、油分ともすごく相性がいいんだけれども、ちょっとフルーティー感が残ってるっていう豆、いい多分温度があの適温だからだろうね。あんまり強く沸かしすぎたりしてしまうと抽出段階でも飛んじゃうから。あ、うまうま柔らかくね入れたことによってちゃんと豆の個性残しつつ、まろやかにしつつ飲み応えがある。うまうまあれ、ステンレスフィルター大成功じゃないですか。ちょっとてか、粉どうなんだ、あんま見えないけど色濃いから、曇ってるからな。一回ちょっと全部出してみていいこっちにちょっと入れで、最後に残った、あー、なるほど、あ、結構細かいね。はい、こちら見えますでしょうか。見えんな。うん、これなら見えますでしょうか。わからんあのね、これが底の方に残った細かい微粉っていうかなんだけど、すごくわかりますか。こうやって縁につけるとちょっとわかりやすいかな。一粒一粒がねすっごい細かいから、全然ねザラザラ感って感じではないですね。いや、試しにもうこれだけ飲んでみますさすがにきついかな。あー、はいはいはい、あ、まあまあまあこれだけ飲むとさすがにあれだけど、うん、パウダー状って感じですね。ザリザリとかこうジャクジャクする感じはない。なんか口の中ケバケバしてモケモケする感じで、これ溜まってる状態だからこうなるんであって、適度にこう分け注いで、あ、注ぎ分けてで全部合わせ飲んでしまえば全く問題ないだろうし、まあちょっとだけね下に残ったとしても、うん、全然いける範囲だと思う。細かさ自体はさっき紹介したドリッパーのマックマーとあのほぼほぼ変わんないっすね。あの不快感がない細かい粉感というか、うん、すごい、ここまでいいと思わなかったな。
まあこれでも気になるようじゃね、まあ一口分残せばいいだけの話だし、いいのこれで。あとはこれこんな普通に捨てて、これ丸ごと洗って干しとけばいいだけでしょ。ネルみたいに管理する必要もないし、使いたい時に使える。これは大成功ですねいやちょっと心配だったんですよ。目が荒すぎてちょっとザリザリがあまりひどくなるんじゃないかとか、多少ならねいいんだけど、あんまりやりすぎるとちょっとまあ不快感というか、飲んでてね嫌じゃ嫌だから、もうそんなこともなく、こんだけね美味しいコーヒーが、あーうまい。これ何気に最強のコンビかもしれないですね。ビームヒーターですごく適温のね、必要最低限の火力で微調整をしながら、コーヒー豆を大切に入れて、それによって本来、強くなりがちなステンレスフィルター、油分が出て全体がこっちよくなりやすいコーヒーを柔らかく仕上げてくれている。でこのフィルターの質自体もすごくいいから、微粉も少ない、いや少ないというか細かいのか、粗いのは通さない。うん、これは大満足ですねいい買い物をしたと思います。まあぜひぜひ、あ、ビームヒーターをね、持ってる人以外でも普通にサイフォン使うとき、ペーパーフィルターとステンレスフィルターとネイルフィルター、まあ、お好みに合わせてね、選べると思いますんで、よかったら、参考にしてみてください。はい、というわけで、そんなところかな。はい、じゃあ今日のカズマックスの、コーヒーワールド、ビームヒーターとステンレスフィルターを使った、サイフォンコーヒーのご紹介でございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。